エンゼルス大谷翔平投手29外地日日本時間2日午前8時20分開始予定。敵地ブレーブス戦のスタメンに2番指名打者で名を連ねた。8月初戦に40号本塁打 MLB 一番乗りが出るかに注目だ。この日の米東部時間午後6時同2日午前7時にはトレード期限を迎え、今季の戦力整備が終わった。オンオフに FA となる大谷もエンゼルスの負けが込んだ場合には放出される可能性もたびたび指摘されてきたが、貯金生活でプレーオフを狙える位置にいるとあって残留だが、オフには自身初の FA となるため総額700億円以上とも言われる超ハイレベルな争奪戦に発展する可能性も高そうだ。大谷にとって初、チームにとって14年以来9年ぶりにプレーオフへ。エンゼルスは6選手を獲得して戦力整備を図った。レンドン、ウルシェラ、ドゥルーリーら故障者が続出している。内野手はエスコバル、ムスタカス、クローンを獲得。外野はグリチェク、先発はジオリト、救援はロペスも加わった。